お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのエリババ枯渇デッキを紹介していきたいなと思います。前のね環境でウォールブレイカープラスバレルの、ムート U の枯渇というのがねめちゃくちゃ流行っていたんですけど、それのねエリババ型というわけでやっていきたいなと思います。アウトローねプリンスの枯渇のプリンスの枠がエリババになったりだとか、なんかエリババね今いろんなところで使われてるんですけど、このね高回転のエリババ枯渇もねなんかめちゃくちゃ使いやすいかつ強そうだなというわけで拾ってまいりました。さあそしてね今の環境デリバリーがね強いです。エリババに陸受けとしてね使えますし、よいしょ、ヒースピもね一緒に巻き込めますのでデリバリーがね結構使われてます。さあそんなわけでダクプリとかヤリゴブスケとか結構ねエリババのことを考えられて陸がすごいね多い枯渇になってます。なのでエリババ系には勝てるんじゃないかなと思います。ゴリ押しだったり、あとは大型の、とか空ですね。この枯渇ヤリゴブとプリンちゃんしか対空がないので言っちゃうとね、あとはデリカ、そうラーバルとか組まれたらお前どうすんのっていうね感じのデッキではあるんですが、その分ね、攻めがね優秀ですね。ダクプリエリババ、ウォールブレイカーゴブリンバレルと、ありますので、相手がねラーバルとかで形を組んできたならば、一歩はね多分守ることができません。ですがこっちがね攻めてしまえば相手もね守れないというわけで 2-1 でねしっかり勝ちを目指していけるんじゃないかなと思います。よいしょ、今までだったら対空の枠ハンター入れとけばなんとかなるみたいな感じだったんですけど、ハンターがね下放されたことによってちょっと空のねなんか枠が気持ち減ってきた気がしてます。さあ、これやばい、これやったっすね。デリバリー落とせばよかったのに、なんか無駄におしゃれなことしようとして全てが失敗するやつですよね、たまにある。さあウィザードくんをダクプリがね、なんか前までユーノとかだった枠がダクプリになってるんですけど、ダクプリだとねやっぱエリババ受けがね優秀です。これエリババのことしか考えられてないですねこのデッキは。それぐらいエリババがね下放されたものの、まだまだ強いので、よいしょ、エリババだけには負けんぞというようなデッキです。さあなんならここねダクプリとかで延命してあげつつ攻めてあげつつみたいなね感じでガンガンいきましょう。回転範囲でねスケヤリゴブウォールブレイカーバレルでプリン出してもう一回ねスケヤリゴブって感じで無限に攻めれます。でここね相手がメガナイトとかコスト使ったらもうその瞬間にね攻めてユーノも使ってるんでね、これはエリババがね止まらんぜよと。さあフィニッシュ、枯渇デッキなんですけどもエリババでね攻めるし守るしみたいな、そんなデッキでございます。よいしょ、しかも回転がねめちゃくちゃ速いので個人的にはすごいお気に入りなコカッちゃんです。ほんと空ぐらいかな、空ぐらい、もう僕は攻めるしかないので、さあオールブレイカー飛ばしてって感じですね。さあテスラ、コカツなんですけど、これロケットとかウッドがないので、もし今回の相手がクロスボウだった場合、デリバリーがね腐るっていうのもあってちょっとね厄介かな。でもクロスに対してはもう端前エリババで気合で頑張ります。もうエリババでクロス壊したいなって感じなんですけど、クエイクはねこれはまた分からんっすね。てかクルミポンチさんなんか見たことあんな、なんか名前がなんかそんな名前の人といつかクラコロとかかな、わかんないけど、なんか残りますよね名前に癖がある人は。でさっきウッドだったのでちょっと大きめにね飛ばしてウッド空振んねえかなみたいな、はい、感じですが空振りはしません。これもしかしたら残りあとアイスイズとロケットとか、なんかマジでスペルだけで削るデッキの可能性ありますね。防衛カタカタデリバリーか、そうですね、結構その可能性ありますね。だからマジで後半に入ったら僕の攻めガチで通んないと思うので、今の間にね攻めちゃって、攻めちゃって、うわすげえ
なんか同じスケヤリゴブなんですよ。そこまでも一緒。スケヤリゴブで、やっぱイリババメタは陸行けなんですよね。さあスケヤリゴブですね。クエイクデリウッドっすよ。どうしますどうやって勝つ。まあトルネがないことが救いぐらいかなと思うんですけど、そうそうそう、これまあ相手陣地のやりゴムにウッドとか打ってないから、僕は多分エリババ出すだけ損する気がしますね。だからエリババは基本的に出さずに戦っていきたい。まあ出すならセパレートとかかな。で相手のプリンとかを、相手のやりゴムとかを、まあ、プリンとかでね処理しつつみたいな、おしゃれにね行かなきゃ。これはやばい。あでもウッド使った。さあいや入っていく。これやべえなこれ世界一エリババをやろうとしてるデッキっすねこれ。おホグ、おホグいたんだ、まさかの。知らなかったっす初登場ホグライダーくん。さてちょっといろいろね位置とかもずらしつつでね、遅れてウォールブレイカーとかも追加しつつテスラが間に合う。これ延命してもよかったっすね。さあクエイコグか、全然なんか違ったっすねスペル削りデッキやーとか言われたのがちょっと恥ずかしくなっちゃいますね。ガンガンの普通のホグデッキでしたね。まあ、でもこれはユキじゃない限りエリババでね完封はできる、完封はできるけどその後がやばいっすね。さあデリか、デリ降ってきてあれにウッドか。さあテスラからのウッドですね。さあ姉妹プリンで稼ごう。いいねいいねいいね。でそっちかーい、やばい、これちょっとやりすぎたかも、これちょっとやりすぎたか。エリババ出してーな、すげえ来そう。うん、いやーダメージ勝ってるのがすげえ。さあプリンで、あおいそっちじゃねえぞお前、どこ見てんだプリン。いいぞセリババでクエイク削りね。これ勝てんのかな。あのテスラもやばいっすよね、一生生きちゃうので。お外す、またハシマイプリン、ハシマイプリン。いやこれ勝ったら奇跡だな、ワンチャンあるぞマジやべ、この削り対決。俺にもなんか削りなんか欲しいっすよね、こう見るとすげえ欲しくなっちゃうな。エリババあればホグ守れそうだからみたいなね。お相手なんかやってる、もういっぱい攻めていっぱい攻めて、ジコレ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 、ウッド外してる。やっぱおっきめのバレルいいなおっきめのバレルが結構刺さってる。さあでホグ警戒、エリババ出して、あ届いちゃうんだそれ、ホグ警戒。でもホグこれ完封できねえよな。さあハシマイプリン一発一発、早く投げて投げて投げて、ウッド使った、入るよ、来た、待ってクイクイ、おー危ねえ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 、勝ってますよね。おなんか試合が終わってんのに自信になったら OK。 さあグッドゲームです。なんかデリバリーウッドテスラ、これはねでかいですね。これに勝てるのはまあなんかラッキーなのもありますけど、プリンセスがね結構やっぱ良かったですね。枯渇デッキってやっぱゴブリンバレルとかウォールブレイカーにウッドとかデリとかあるとね、ほんと通らないじゃないですか。なんでみんなハシマイプリンするんですよね、すごい。そうだからまあさっきのもね、ハシマイプリンで結構流れを変えたというか、ハシマイプリンのダメージのおかげで、まあ、なんとか勝つことができたような気がしてます。まあ、だから積極的にね、ハシマイプリンはしていいと思うので、やってきまーす。このね、ダメージで勝てます。さあ受けて、相手のデッキはなんだ？エレキユーノ、ペッカーとかかな。いやこれペッカーバカ強そうだな。だってペッカーに対してさ、エリババもあってスケもヤリゴブもあってウォールブレイカー釣りもあってみたいなね、対ペッカーメタみたいな。あでもエリババだったんで違いますね。まあザッピーメガナイトロイフグとかの可能性もありますね。うん、さタルババ、あのロイホグの枠がヒースピとなんか軽くなってる
デッキもありますがさ、ムートとなると、まあ、神器デッキと呼ばれる、まあ、陸でねすごい攻めるデッキかな。さあ、あれはデリで美味しくいただいていきます。いや、デリバリーマジで強いな。陸機マジで多いなこのデッキで。これ相手ダックプリーも受けないといけないので、逆サイドオールブレーカーとかすると両サイ受けるのがきついよっていうことで、結構ダメージがね通るんじゃないでしょうか。これプリンに対応したらその瞬間にねコストがなくなるので、このゴブリンバレルもまあ間違いなく刺さりますよねと。いやでもこの豚が俺には間違いなく刺さってくる。いてえよ。なんかマザネクってさ、めっちゃ強いわけじゃねえけど普通に強いですよねなんかいや一発、しかも火力がね100ぐらいあるので怖いな。言うのか言うのか、なんだ。さあムート、まあ、これはまあ何でも適当に受けてあげれば。遅いな、すごい遅いんだ。さあ積極的に攻めて攻めて、なんかねもう守りから入っちゃうと守れなくなっちゃうので、さあゴブリンバレルちょっと奥目がさっきから地味刺さりしてる。そう、守ろう守ろうと思ってもね意外と守れないので、もう攻めるんですよね。守りを考えずプリンスケアリゴブで回して、さあ、ウォールブレーカーとゴブリンバレルで一生攻めます。で、一生回収していく。いや、このサイクルがちょっと強いですね。回転が早すぎるからこその。さあ、回ったらまた攻めて。お、え？射程長くね？さすがに。ちょっと怖いですね。マザニクでワンチャン持っていかれそうな。いや、回転早いな。だって僕出してるだけですよ。僕まだエリババ、一回も出してない説あるんですよね。よし。さあで、右になんかウォールブレイクあれだな。カウンターの、魔女のカウンターが怖い。てか相手も、僕削れないのか。相手も、ファイボーか。相手はファイボーがあるけど、みたいな感じか。ちょっと僕削れないっすね、あとちょっとが。あとちょっとがマジで削れねえ。これちょっと一回、守らないとやばい気もしないこともない。さあ一個も入らんくなってきた。ダメージが、通れ通れ通れ。相手がファイボとねタルーとかでずっとこう防衛してくると通らなくなるが、今ファイボ使ったぞ。これはウォールブレイカーが 100% 通る説がある。オッケー、ナイス。さあグッドゲームですね。なんかこうタルババだけだとね、ウォールブレイカーって何かがターゲット取ってると処理されないので、あんな感じでダックプリーの後ろのウォールブレーカーとか、エリババの後ろのね、あのウォールブレーカーは、相手からファイブとか持ってると、まあ巻き込まれちゃうんですけど、持っていなかった場合、今みたいにね、めちゃくちゃ刺さるので、まあ、ウォールブレーカーは単体でも強いですが、どうしてもね、ダメージを稼ぎたいときは、ユニットの後ろのウォールブレーカーもね、めちゃめちゃ強いです。さあ、よろしく！ウォールブレーカーセパですね。さあ生きがいいですよ。で回転が速いので僕は攻めまくりたいですね。序盤の間に攻めまくって攻めまくってちょっとダメージねリードしていきたい。でごぼうりだと多分取れなくなるので、一応キング起動っぽい位置に投げつつ、さあまあこのウォールブレーカーをトレネでキング起動してくるか。さあ一発、このプレイ延命したいけどな、俺の反応の遅さじゃできねえかな。いや強い、オッケー。で、なんか様子見て、単体エリババとかも強そうな気がするんだけどな。オリプリプリ。オリプリプリってなんや。オリプリ。さあ、ザップ打っても隙があるよーんっていうね。取れてないのかな？プリプリだし。さあ、もう両サイ一生攻めます。序盤のうちね、あー、キング起動されちまいましたね。まあ、されたらされたで、このターンちょっとね、ダメージを削りに行きたいな。エリババウォールブレイカーやりすぎかな。ちょっと怖いっすよね。まあほどほどにね、ほどほどに攻めつつ、ほどほどに攻めつつ、今陸系を一応ねあやつを裂いたので、プリンスか。いやなんかプリンスがいるんですよねこれ、今回の相手。なんか僕が知ってるデッキだとプリンスいないんですけど、そうアイスイズベビーのプリプリっていうのは珍しいですね。なんかゴレの、まあなんかゴレかな、ゴレのエリババじゃなくてプリンス
が俺は好きっていう、そんな感じの気がしないこともないけど、ちょっとわかんないですね。まあ、一回檻が来るんでね、防衛から行って、いやこれ怖えな、後ろからなんか形すげえ組まれそう。さあエレジャイでしたね今回は。でそこそこに攻める形するけど、僕は守んなきゃいけないので、これむずいっすよね。エリババで守れるのかっていう。お前でトレババが寝てる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 、マジで寝てる。これエリババだけで基本的に回収できそうと思ったけど、溶かされる。さあデリとか落として耐えましょう。いやこれはいい流れ。相手なんかさっきタルババがタルババやってたな。入るオルブレか一発。うん、でかいでかいぞ。でもうエリババは多分もう出さない方がいいですね。僕出しちゃうとカウント受けちゃうので、基本的にはエリババでね、もうエリジャイを溶かすってことで、エリババ出さずに、まあ、他でね回るので、他で回してこれにタルブかなんかトレネ使ったらこっちがね止まんねえよっていう。さあ回転が、はい、いやいい挙よ。これ来ますね、間違いなく来ますね。いや来んのかい来ないのはまあ救い。さあデリが最強ですね。大体このトルネでね処理とかしたいんでしょうけど、いやこれ檻があるのかな。さ、いや相手タルババがマジで多分苦手なんでしょうね。めちゃめちゃ入ってる。いやいいね。いやマジでこれ回転バカ早いっすよね。今までこんな早かった、回転早かったことは多分あんまないと思うんですよね。さあエリジェで溶かす。でこれね、相手がトレネとかライトニングとか打ってくるであろうタイミングで飛ばしてあげると、相手はね守らないといけないですし、もし打ってたらダメージがね入ってるっていう。さあもう攻めて攻めて攻めまくります。相手はこういうね今みたいな隙を狙って攻めるしか多分ダメージを稼ぐ方法がないので、僕はねこの間に相手がライトニングとか使った瞬間にね攻めてダメージをねもらいに行きます。さあエリババ受けないといけないぞ、プリンも受けないといけないぞ、これは止まりませんよ。グッドゲーム。さあ、いやめっちゃいいね。まあとりあえず使いやすいですね。もうどん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 ユニット出したい方とかにはすごいねおすすめな枯渇デッキがありましたので、ぜひね、皆さん使ってみてください。まあソラぐらいはね諦めてください。それ以外にはね勝てそうなので、というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。まだね。